何やるんですか。じゃあユーミン。ユーミンです。あ、そうだ。ユーミン。あ、まだあの荒井由実の時代に作った曲、はい、僕はこの曲どこで聴いたかというと、あの自由が丘の、ね、また居酒屋ですけども、まだ20代のところですけど、あの持ち焼き屋で聴いた有線でいつもかかる、なぜか非常にあのキーが微妙なんですけど、キーが本当は歌はもうちょっとこう、これがオリジナルキーです。僕はあちょっと高いですね。これでじゃあお願いします。Thank you.
新日本紀行のテーマ、富田勲さんの曲で。Thank you.
それでは、最後に近づいてまいりましたけども、これをまたちょっとマニアックに、すみません、作詞作曲歌、浅川真紀知ってる人は知ってる夜が明けたら暗いです。あの、そう、昭和カレスキー賞とこっちに賞が何だじゃあ、どうしましょうThank you.
なんかちょっと大丈夫でしょうかね。聞いたこともないけど、これなんかやりそうだ。じゃあ、最後にクックバードという曲。クックバード。あ、クックバード。というわけでもね、毎回やるとはクックバード最後に聞きおしまいしたいと思います。Thank you.
よろしいでしょうか。
それは。